覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、オールデン990コード版バーガンディカラーです。オールデンと聞くと真っ先にこの990を思い浮かべる方も多いことかと思います。30年代中期に誕生して以降、衰えぬ人気を誇るロングセラーはまさにオールデンを体現した一足かと思います。こちらのアッパーにも使用されている方便社製のコード版は品質の高さから世界中で愛される存在で、オールデンは優先的に買い付けることができると言われています。1枚の革を用いたクリッパーオックスフォードと言われるこのデザインは非常に贅沢に素材が使用されており、革のダイヤモンドとも言われるコード版の濡れたようなツヤ感を存分に楽しんでいただけます。この靴の魅力は素材だけではありません。オールデンの革靴の愛用される理由の一つに、使用するごとにしっかりと沈むインソールがあります。内部にたっぷりと敷き詰められたコルクがオーナー様の足型にしっかりと形状を記憶し、足型に沿った一足が完成します。使用されるバリーラストは程よい丸みとボリューム感のあるラウンド等で、全体にどっしりとした印象を受けます。当店ではサイズの基準にもしているほどポピュラーな存在です。オールラウンドグッドイヤーベルト製法によってしっかりと張り出したコバにダブルレーザーソールがいかにもへたらない重厚さを感じさせてくれます。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で AB ランク相当の扱いとなっております。ではまず右足です。こちら大きな傷はないかと思われます。次に左足ですね。こちらかかと部分によく見ると小さな傷がございます。その先です。トップリフトも当分はこのまま使っていただけます。こちらは沈みが 2,3 ミリとソールの減りに対しては少ないかと思われます。まだあまり凹凸を感じません。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が 7.5D となっております。エルワードグリーン202ラストの方で UK7E、パラブーツ、シャンボードで6ハーフから7あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。こちらは前の所有者の方が暗めの色のクリームでメンテナンスをされていたようで、部分的にややダークトーンに感じます。そのため無色で育ててたものよりもよく見ると落ち着いた色味になっている個体です。フォービンのコード版は通常表面に薄い樹脂が乗っており、これが日々のケアなどによって経年変化で剥がれていき、よりナチュラルな雰囲気になっていきます。特にバーガンディはブラックに比べて色味の変化を感じていただきやすいです。個体差にもよりますが、未使用の時よりも青みが抜けていき、数十年後には赤みも抜けてブラウン系の色味になっていきます。そのためアメリカントラッドの世界観を年単位でじっくりと味わうことのできる990は20年、30年後の姿を想像するだけで楽しい一足となっています。当店にご来店いただくお客様でもお探しの方の多いアイテムとなっております。
ぜひお早めにご検討いただければ幸いです。それではご視聴いただきありがとうございました。